こんにちは、ようくん松村チャンネルです。本日は人口約24万人近くですが、それ以上の圧倒的な都会の街並みである長崎県佐世保駅周辺の散策でやっていきます。よろしくお願いします。さあ、それではホームから階段を降りて早速佐世保バーガーのお店を発見。佐世保バーガーといったらね、もう超有名なグルメですよね。もし佐世保バーガーを知らなかった人はこの機会にぜひ知ってみてください。それでは改札を出ていきます。はい、佐世保駅構内の様子はこんな感じで、右側東口が佐世保の繁華街方面、こちらですね。そしてカメラを左に回して反対側が港口。駅中には佐世保長崎のお土産コーナーも充実。奥には文明堂のカステラ屋さんも。それではまず繁華街方面ではない、こちら港口の街の様子から見ていきましょう。こちらがね、またすごかったんですよ。はい、佐世保駅港口の様子はこんな感じでね、上には高速道路かな、高架橋があります。どうですか、駅前に高架橋道路とか、なかなか大都市に行かないと見受けられないですよね。市街地と反対側でもこんな感じ、結構やばいっすよね。で、さらに駅から出て正面に進んでいきますと、佐世保湾、港町が広がってます。本日は曇りでしたが、晴れた日はね、さらに美しく見えるかと思います。で、単なる港だけではありません。さらにカメラを回していきますと、お、こちら佐世保五番街というまた大きなショッピングモールが構えてます。まるで神戸横浜にいるような気分。あ、僕の動画で静岡県の清水駅周辺という動画があります。素晴らしい港町なので、興味があればそちらも見てください。で、佐世保五番街ショッピングモールのお隣に奥に見える白い建物があります。では近くまで行ってみましょう。はい、こちら新港ターミナル、奥には登れそうな場所が。で、こちらを登っていきますと、ちょっとした街の景色が楽しめます。あ、こっち側ではないよね。はい、ちゃんとね、これから映してます。はい、どうでしょう、視点を変えるとまた素晴らしい港のエリアの様子を楽しむことができます。そんな新港ターミナル、中にあるこちらの壁で写真を撮ってる若い子たちが何人かいました。インスタ映えのね、スポットなのかもしれません。では新港ターミナルから出て五番街の奥まで進んでいきます。そうしますと正面にはスシローがあって、ここからカメラを回すとこんな感じで、また商業ゾーンの通りがあります。では先ほどのスシローのところをさらにまっすぐ進んで、途中左側へ曲がると、こちら佐世保朝市、活気のあり観光スポットにもなってるとか。付近には朝市フードセンターというちょっとしたスーパーもありまして、新鮮なお魚が売られてました。店内は撮影 NG よりね、外観だけでちょっとね、申し訳ないです。駐車場にいた猫がとても可愛いです。朝市から先ほど歩いた港に戻る途中、こちらよろずロック、マンズではありません。佐世保では話題のエリアとかネットに書いてありました。さあ、そのよろずロックエリアの中にあるブリックスモール佐世保という施設で中の様子を見てみましょう。いやー、おしゃれですね。ネットの記事を見たら、食品工場跡でそこをリノベーションしたとか、駅の観光案内所の方もね、よろずロックを結構推してたので、佐世保に来た際はぜひ行ってみてはどうでしょうか。建物をリノベーションして観光スポットになるとかね、開発がほんとうまいなぁと感心します。いや、あなた何様だよって感じですけども、この他、こちらのお隣の建物にも、こんな感じで、こじゃれたお店が何軒かありました。本当はこの辺でもう少しね、ゆっくりしたかったんですけども、次がありますので、行きます。それでは、マンズロックを出て、画面右方向へ進むと、先ほどの五番街へ戻ってこれます。ここまででもね、佐世保結構すげえなと思われた方も多いと思いますが、まだまだ序の口。それでは、駅構内に戻り、これからタイトルにもあるように、人口以上に栄えている繁華街エリア、東口エリアの様子を見ていこうと思います。さあ、佐世保駅繁華街方面の出口。ではまず駅前の様子を見ていきましょう。はい、カメラを回すと、まずはマンションかホテルかな、高層階の建物がありまして、まあまあ、さらにね、カメラを回していきますと、もう結構これだけで栄えていることがわかりますよね。いや、まだまだ。奥には東横インが建っており、その手前には駅町1丁目というショッピングモールが建ってます。先ほどの5番街も大きかったのに、さらにね、こちら側にもショッピングモール。ファッションから比較的飲食店も充実。で、このモールのエリア内には、
佐世ボックスという小規模だけどもご当地グルメが味わえるお店がありました。なんかね、美味しそうな写真がいっぱい載ってます。あ、そうそうね、佐世保はレモンステーキもめっちゃ有名です。こう動画を写すとね、佐世保のいろいろなグルメを写すことができて大変助かります。で、ひとまずこちらのお店に入りたかったですが、事前に調べてた駅構内と隣接する飲食店、こちらの映像でも一番奥の店でコーランさん、はい、長崎名物ね、のとあるものをいただきました。はい、まずはビールとこちら皿うどん、素晴らしくね、美味しかったです。しかもね、牡蠣が入ってました。先ほどのお店はもちろんのこと、手前側のお店、そして佐世ボックスもね、ぜひご賞味することをお勧めします。はい、それでは佐世保駅からまずはカメラを向けて左方向、おお、栄えてますね。しかしね、こちら側ではなく反対側のカメラを回して右方向が繁華街方面です。どうでしょう、人口約24万人でこのレベルです。すごいですよね、40万人50万人ぐらいの都市に感じさせられます。それではこちら方面を歩いていきます。さあ、しばらく歩いていきますと右手側には立派な教会が、こちら三浦町教会といい、戦火から免れた大変貴重な教会で有名です。なんか貫禄がありますね。で、こちらの教会から斜め方向左手側にはアルカス佐世保という、多目的ホール、いやー、また立派ですね。ウィキペディアで見たら斉藤和義さんとかね、ビーズのライブが大ホールで開催されたと記載がありました。そう考えるとね、普通にすごいですよね。さあ、それではさらにどんどん進んでいきましょう。で、映像の左側がアーケードモール、ちなみに日本一の長さとのことです。その前にこの大通りをもうちょっとだけ先に進んで右側の場所にはこちらトンネル横丁、戦争中の防空壕をそのまま生かして作られた市場とか、またレトロな感じがたまらないです。で、さすが佐世保、こちらにも佐世保バーガーのお店があります。防空壕店って書いてありますね。とてもわかりやすいです。トンネル横丁だけではなく、右側カメラを上げるとこちら側にも市場街があります。市場の地図を見るとなかなかの数のお店です。青字で記載されている都能商店街市場の様子はこんな感じ。これまた懐かしさ漂う商店街、素晴らしいのはどこのお店もなかなかの活気があったところ、佐世保に来た際はね、立ち寄るべき場所かと思います。先ほどの商店街市場を後にして大通りにも京町商店街とかもあり、この辺りの商業エリアの規模は大変素晴らしいものです。では一旦駅方向にちょこっとだけ引き返して、いよいよ先ほどの日本一長いアーケード街を歩いていこうと思います。それでは佐世保四花町と書いてある、こちらの商店街を歩いていきます。で、ちょっとここで小腹が空きましたので、その右手前にある佐世保バーガーのお店で食事をしました。こちらが佐世保バーガー、やっぱね、サイズ感が大きいです。そして瓶ビールを口づけて飲むアメリカンスタイル、ちょっとした非日常気分を味わえました。さあ、腹ごしらえも終えてアーケード街を歩いていきます。こちらのアーケード街はサルクシティ403アーケードという名前です。4は四花町、そしてここを奥に進むと佐世保玉屋で丸、三花町商店街の3の総称とのことです。アーケード街の出店数も160店舗以上とのことで、もうこちらのアーケード街は政令指定都市レベルの賑わいといっても過言ではありません。まだまだ続きます。ちなみにアーケード街の左側に並行しているエリアには歓楽街エリアがあります。前泊した時に撮った夜の様子ですが、こんな感じでこちら側も結構栄えてますね。で、気になったディープなスポットはこちら、パラダイス屋台村、赤ちょうちんが灯り、中には美味しそうな、個人でやられてるのかな、こういう味のある居酒屋さんが集まるエリアもありましたよっていうお話です。さあ、商店街をさらに進んでどんどんスポットを見ていきましょう。ちなみにこの通りはチェーン店だけではなく長崎らしさが出てるお店もありますので、観光客もね、楽しめる通りかと思います。そしてしばらく進むと玉屋百貨店、ここのサンドイッチがとても有名とか、記事にはね、佐世保のソウルフードと書いてありました。しかし、こちらのアーケード街、当たり前ですがめちゃくちゃ長かったです。やっとゴールが見えてきました。こちらの映像はアーケード街と並行してきた大通りの様子、佐世保駅方向ですね。ずっと並行してビルやマンション群が建ってたっていうのはね、すごいですね。そしてアーケード街を終えて、その先の大通りもまだまだ市街地が広がってます。
さあ、それでは佐世保駅まで戻り、今度は佐世保の素晴らしき観光地を見ていこうと思います。それでは佐世保駅からバスに乗り、佐世保のパールシーリゾートへ向かいます。地図に矢印を記載しましたが、このルートで、バスが通るわけではなく、あくまでも見やすいようにです。そんなことは知ってるよ、当たり前じゃんってね、方もいらっしゃいますけど、一応ね、パールシーリゾートは佐世保の代表的な観光地の一つです。九十九島を見渡せる遊覧船乗り場があったり、またレストラン、水族館などの施設がある佐世保定番の観光スポット。本当はね、ハウステンボスに行って撮影をしたかったですが、 YouTube でハウステンボスの様子、撮影がねめちゃくちゃうまい方がいましたので、ぜひそちらをねご覧になってはいかがでしょうか。一応概要欄に URL を貼っておきます。あ、この動画最後まで見てからそちらを見てくださいね。もう皆さんご存知、佐世保は軍港の町。いろいろね、撮影は気を使わなくてはいけないエリアもありましたので、そこはあしからず。はい、そんなこんなで間もなくパールシーリゾートへ到着です。こちらパールシーリゾートエリアの様子、お土産屋さんからレストランが立ち並んでます。天気もよくね、美しさも満点です。エリア内の水族館、海キララ、九十九島の海に住む生き物たちを展示する水族館。何でもキラキラした、九十九島の海の世界を表現しているとのこと。あ、こっちはお土産コーナーですね。ここでこのエリア内の気になるグルメを簡単に紹介。まずはもうおなじみ佐世保バーガーのお店、こちらにもねしっかりあります。でその上にはラーメン屋さん、佐世保名物アゴラーメンと書かれてます。長崎でトビウオをアゴというみたいで、そちらを使っただし汁のラーメンのことかと思います。いやー、うまそうですね。ちょっとね、写真だけで申し訳ないです。他にはアメリカンサンド、ハンバーガーだけではありません。あとね、定番のレモンステーキ、ちょうどね今いい感じで旗が正面を向いてくれました。こちら遊覧船ターミナル内には、さすが長崎、カステラにアレンジしたアイス、ザラメの食感もたまらないですよね。あとは佐世保海軍、半熟カレーせんべい、多分ね定番なのかもしれませんが、九十九島せんべいも売られてました。いやー、もうねここだけでお腹いっぱいになりそうです。さあさあ、お待ちかね、食べ物だけではなく、せっかく港エリアに来たので、ちゃんと船も移しました。あちらが遊覧船ですね。白の遊覧船パールクイーン、海の女王をイメージしたとかで、今出発していきました。そしてお隣のカラフルな船は海賊遊覧船未来。こちら2つの遊覧船で九十九島の美しい景色を見れるみたいなので、来た際はぜひ乗ってみるといいんじゃないですかね。ちなみに九十九島は真珠の海とも呼ばれ、真珠のモニュメントが飾られてました。多分パールクイーンのパールもね、その名前から来てるのかな。ちょっとね推測になってしまいますが、わかる方がいたら教えてください。遊覧船はこれまた時間の関係上乗れませんでした。いや、そこをね移したらまた営業妨害になってしまうからねと、ちょっと都合のいい解釈をする次第ですが、まあこういう場所があるって伝えた方がね、より大切なのかなと思いました。映像は港に面した施設、サンセットトコトアというレストラン。サンセットという名前がついてるから、九十九島の日の入りを見れるね素敵な場所かと思います。お隣にはイタリアンレストランもありますよと。九十九島は全域が西海国立公園、キャッチフレーズは島々の王国だそう。さすが長崎、島の数と魅力が半端じゃないですね。長崎県は港町で外国文化も根付いてて非常におしゃれな県です。さあ、それでは港からバス乗り場へ戻ります。長崎では福山さんの歌を思わず口ずさんでしまいましたが、著作権に引っかかるのでその場の音声はオフでの投稿。しかし佐世保は九十九島、ハウステンボスをはじめ、ほんと観光が魅力的ですよね。市街地の映像ですが、また人口約24万人かつ県庁都市ではないのに、栄え方がすごすぎてほんと衝撃的でした。最後に佐世保駅でカステラ巻きを購入。なんかね手がちょっと震えててすみません。はい、以上佐世保駅周辺を散策する動画でお送りしました。このようなテストで今後も街ブラをやっていきます。高評価、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。あとね、セリフにテロップを入れるかもね、ちょっと検討してますので、今後ぜひご期待を。ご視聴大変お疲れ様でした。